笑顔になる魔法の言葉たち、ありがとう愛してる会いたい、あ笑顔にたたまれ。こんばんは。こんばんは。暇つぶしテレビの時間がやってまいりました。今日は12月18日、あと1週間でクリスマスと。クリスマス早いですね。そうですね。今はだってまだ11月なので、はい、収録は1ヶ月以上前でやっておりますので、まだちょっと暖かいんですけれども、実際放送されるときはもう寒いかもしれないですね。半袖ではいられないような季節ですよね。あ、大丈夫大丈夫、愛ちゃん大丈夫。今日はですね、以前去年の7月に放送されました松伏高校からお越しいただきました吹奏楽部顧問の荒井美里先生をお迎えしております。荒井と申します。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。お願いします。実は10月29日に、吹奏楽部の定期演奏会が越谷のサンシティホールでありまして、はい、その様子収録させていただきましたのでご紹介しながらどういう活動されているのかっていうのを今日お話をいろいろお伺いしたいと思います。はい、はい、ではですね、まず松伏高校なんですけれども7月の放送をご覧になってない方もいらっしゃいますのでどういう高校かっていう珍しい、はい、特徴を持った高校なので気になりますね、はい、ちょっと簡単にご紹介しますと普通科以外に音楽科がね、はい、そうですね、はい、あって音楽専門の先生方もいらして、はい、あそこにあるシンフォニーあそうですね音楽塔があります。音楽塔の、はい、ピンクのすごく大きな音楽塔があって、はい、ピアノが連弾できるというか、もう先生が個人レッスンできるような、そうですね、レッスン室が、個別のお部屋がすごいたくさん、やっぱり音楽家だからですよね。そうそう、もう設備はすごいですよね。そうですね、はい、多分全国でも珍しい、珍しいかなと思います。本当に恵まれた環境で勉強できています。先生方ももちろん専属の先生も素晴らしいですけれども、外部から教えに来られる先生も一流の先生がね、はい、来られてすごい恵まれた環境で、すごい音楽やりたい人にとったらもう天国のようなそうですね、はい、まあ、他に情報ビジネスコースっていうのもあって、はい、そこでもやっぱり特殊な勉強をしている生徒さんいらっしゃるし、パソコンですかね。パソコンですね。そうですね、はい、それに少人数制学級とか、はい、そうですね、あってなかなか面白かったし、何よりも、はい、ちょっと小武道の、で収録にいた時に松伏高校に、ね、お邪魔した時、私が入っていくと生徒さんがみんな先に向こうから挨拶されるすごいすごいですね、うん、はい、なんかね、それがこう言わされてる感じじゃなくって、うん、なんか先にやられちゃったみたいなちゃんと挨拶しとけばよかったって思うくらい、みんなきちっとね、いい生徒さん多い感じが。そうですね、明るくて素直で本当にいい生徒ばかりです。そうですね、はい、まあ、そんな松伏高校の中にあって、吹奏楽部っていうのはまた全国的にも結構高いレベルのところにある学部ですよね、はい、なのでその辺のこともお話をお伺いしたいと思うんですけれども、はいはい、まず人数ってどれくらいの所帯でやられてますか。今は、3年生が引退して、うんうん、70人ですね、はい、約70人の生徒で吹奏楽部は活動しております。うんうん、先日の定期演奏会の時には100名ぐらい、そうですね、3年生の人がまたはい、いらっしゃったので。100人って普通の規模なんですか、吹奏楽部。いや、校内では一番人数の多い部活です。そうですよね、はい、なんか桁が違うなと思って。100人そうですよね、はい、普通そんな部活ないですよねそうですね、はあ、すごい編成で、やっぱりパートごとに定期演奏会見た時に思いましたけど、でクラリネットなんかすっごいたくさんの人がクラリネットだけで一つの部活みたいな、ぐらい人数がいて、はい、すごいなって。統制取るの大変ですよね。そうですね、はい、ですね。で、もちろんその音楽パートの、楽器を練習するにはいろいろ技術が高いレベルに持っていかないといけないと思うんですけど、うん、まあ、
音楽家の人はねそれ専門に練習してますけど、うん、あの吹奏楽部にはその他の情報ビジネスとか普通科からもいらっしゃるってお聞きしたんですけど。そうですね、うん、まあ、割合としては、まあ、音楽家の方が若干は多くはなってるんですけど。若干なんですか。そう、はい、そうですね、はい、まあ、普通科の生徒も、はい、半分近くの生徒はいます。あ、半分近く。そんなに。そうですね、はい、ほとんど音楽家なのかなと思ってたんですけど。そういうことではなく、はい、いや、じゃあ普通のところにいてももう音楽を目指せるくらいのレベルの子もいるってこと、ね、そうですね、はい、すごいね、はい、全国とか出ていらっしゃるんですよね。過去には2回全国大会に出場させていただいたことはあります。なんか練習厳しそうなのになんか普通科の人も入っててなんか大変じゃないのかなと思うんですけど。まあ、大変さ人それぞれあるかと思うんですけど、まあ、生徒同士で、まあ、生徒主体で部活動が運営できるように、うんうん、リーダーもいますので、まあ、生徒主体で、活動はしています。達成感はあるでしょうねそうです ね、 ね、あれだけのことをやり遂げてば、で、あと見たくなってきたでしょ、はい、どれだけのことかな、はい、と思って。なのでこの間の10月29日の、はい、演奏会の様子をちょっとここで挿入ビデオでみんなで鑑賞して、はい、早く見たいです。はい、はい、見たいと思います。はい、よろしくお願いします。
ポポ、今日もいい天気ね。こんな日は素敵な出来事があるといいわね。僕にとっての素敵なことは、ふわふわのハンバーグとか熱々のおでんが食べられることかな。私は空を飛ぶこと。僕はみんなと鬼ごっこをして遊ぶことかな。シンデレラにとって素敵なことって何？私にとっての素敵なことは、シンデレラ、朝食はまだなの？お腹すいた、早くして。はい、ただいま。庭掃除、廊下の雑巾掛け、それから洗濯もしてきてちょうだい。この服、シミがついちゃったから真っ白にしておいて。私のもお願い。すいません。はい。これは王子からのお届け物です。あら、お届け物？誰に届いたのかしら。これは舞踏会の招待状です。舞踏会？ロマンチックね。ありがとう。きっと素敵な舞踏会になるわね。最近寝相
いや、あの黒猫の名は何と申す？黒猫じゃないよ、ジジだよ。あなた、ジジっていうのね、かわいい。何してるの？メイは猫アレルギーじゃない。メイのバカ、もう知らない。
未成年？はい、はい、行きましょう。わー、楽しみ。あー、あなた、未成年じゃないですよね。あ、ちょ、電話から、すいません。しもしも、フレンチプロゲームえ、詐欺のシリーズ？やっぱり。やっぱりって何よ。私だってまだまだいけるのに。ドリセラ、アナスタシア、いい男を見つけてきなさい。12時になったら迎えに来るわね。はい、行ってきます僕と一緒にいてください。ええ、もちろん。
どうでしたか、愛ちゃん。なんか吹奏楽って楽器演奏するだけなのかなと思ってたんですけど、すごいもうミュージカルみたいな感じで華やかで、もう生で見たいなって思いました。ありがとうございます。最後やっぱりね、いろいろな演出してるから印象的でしたよね。もちろんあのその前の曲も厳かですごい迫力があってよかったんですけど、はい、あの素人だとね、結構視覚的に訴えられて、はい、大惨部が印象になっちゃいましたけどすごい大変じゃないですか、この練習もう、何時間ありました、あの演奏会。今年ちょっと長くて3時間半を少し過ぎてしまったんですけど、3時間、したらもうどれだけ練習したってすごい期間をかけて作ったんですね。そうですね、はい、あのやっぱ部員も多いので、はい、こう何かを部員全員で一緒にやることって、うん、本当に定期演奏会くらいしかなくて、うん、あの1年生があの入部してきて、ま、入部した当初は1年生のバンドとあとは 2,3 年生のバンドっていう風に分けて、ま、発表会に出たりするんですけれども、うんうん、ね、そうですね、で、ま、それが6月ぐらいに終わってからは、はい、あとは夏のコンクールもあるので、それもあの100人以上では一つのコンクールに出ることができないので、あの A メンバーという A の選抜されちゃうってことですか、はい、とあと A のメンバーとあと D のメンバーっていう、また出る大会も違ってくるので、本当にこう定期演奏会くらいしかこうみんなで部員全員でやるっていうことがないので、まあそれはやっぱり時間がかかりますね、はい、私ね実はね、はい、去年の7月の松伏高校紹介の時に吹奏楽部の練習会場にお邪魔したんですよ。すごい緊張感で私がね、油汗がすっごいピリピリしてました。あ、そうですか、うん、なんかの前だったのかな、7月、6月ぐらいかな、 なんか6月、そうですね、結構大事な演奏会とかもあったので、そのもしかしたら練習してたかもしれないですね、うん、すごかった。でもこう集中してもう部員とできるっていう環境いいですね。そうですね、でもすごいたくさんあのパートが分かれてるじゃないですか、はい、であの一つやっぱり不思議っていうか、指導者がそれぞれについてるわけじゃないから、どうやって練習するんだろうっていうのが、あの、まあ、先生ね、お伺いしたらクラリネットって言われたので、クラリネット指導者がいるとしてなんて言ったらおかしいですけどでもそれぞれこうスペシャリストがいるわけじゃないのに、ね、やっていくのって大変ですね。どういう感じで、うん、まあ、それぞれのパートにパートリーダーがいるので、うん、まあ、パート練習なんかはその子を中心に、うん、あの進めてもらってます。じゃあ先輩から受け継いでいくって感じですかね。そうですね、まあ、音楽科の生徒は週に1回、講師の先生方にレッスンを受けているんですけれども、まあ、普通科の生徒も先ほど申し上げたようにいるので、まあ、本当に上級生、先輩から後輩へという形で練習は進んでます。すごい、なんか伝統的でいいですよね、はい、学生らしいっていうかそういうのね。でもやっぱりあれだけのレベルの高い演奏しようと思ったら、いろんなことが泣いちゃうこととか、いろんなことが起きてるんだろうなと。そうですね、うん、まあ、やっぱり人が、ね、人数が多ければ多いほど、うんうんうん、それなりにやっぱ人間関係とか、まあ、高校生ですから、ね、そりゃそうですよね、あったりもしますし、まあ、それぞれあの、うん、ご家庭の状況とかも大変な部分あると思うんですけれども、うんうん、やっぱり、まあ、目指してますもんね、上をね。そうですね、うん、やっぱり揉め事は人数が多ければ多いほど多いと思うんですけど、うんうん、分また生徒同士の解決もアイデアもたくさん出てくると思うので、うんうんうん、まあ、人数がまあ、多いから、まあ、大変だっていうことだけではないですね、うん、それぞれが人生経験になっていくから、うん、そうです ね何も争いが起こらなくてずっと行っちゃうのがいいのかってそうでもないしね、うん、そうですよね、部員ともうバチバチしてた時もなんか私部活であったんですけど、うん、でもそれが乗り越えてこう今仲良くなってるんで、すごいそういう期間があるのはいいなって思います、うん、いや実は彼女生徒会長なんですよ。あ、そうなんですか。だからそういういろんなのあったんじゃない？愛ちゃんも。はい、まあ、あとはあったんですけど、うん、でも今はすごい仲良くて、うんうん、こう
辛いことを乗り越えたからこうできる友情っていうのもあると思うんで、こう音楽を通してそういうのができてそうだなと思って、すごい憧れます。もう一回高校時代やりたいなみたいな、まだ高校卒業してないんですけど、なんか憧れます。はい、たくましいね。しっかりしてますね。そうですよね。特に今定期演奏会見てると、その3部の話がいろいろ出たんですけど、3部っていろんなこと決めなきゃいけないじゃないですか。衣装もそうだし、ストーリーもそうだし、役作りもそうだし、はい、こっちから出てきてこっちから来るのがいいんだよとかそう一つ一つ取ってみると、細かいことがいっぱい決めなきゃいけないことってあるじゃないですか。それはもうどなたが決めるで、まず最初は何を題材にするかから始まるじゃないですか。そうですよね。そういうことも全部生徒、まずは生徒ですね。はい、まあ、定期演奏会に向けて、やっぱり3年生 の最後の集大成なので、3年生が本当に何度も何度も話し合いを重ねて、まずその3部に関しては今おっしゃったように題材を決めるところからですよね。まあ、その題材であったりとか、あとは台本、衣装、あとはダンス、あと曲、劇の中で使う曲なんかも、まずは生徒が決めたものを、まあ、顧問に相談しに来るという形ですね。すごい。さっきの動画もそういうことですよね。そうですね。全部生徒で作ったってことですね。そうですね。すごい縮めてあるんですけど、シンデレラ自身すごい長かったですよね。そうですね、45分くらいでしょうか。あれすごい3分くらい縮めたい縮みすぎです。本当にちょこっとしか見られないんですけど、すごい良かったです。バリエーション豊かで、みんながねなりきってるっていうか、でダンスも様になってて、客席の中でね、あ、そうですね、通路で踊らせていただきました。ちょっとおばさんにできないような若さ満ち溢れててね、見ててすごくすがすがしくってよかったです。口に出したりすることはもう先生としてはあまりなく、まあもちろん仕上げのところではね、そうですね、ご指導されてると思うんですけど、まあ土台作りはまず生徒がやらないと、まあ、最初から大人が口を出してては生徒のためにもならないので、まずは生徒でできるところまで作ってから、まあ、その後、まあ、手直しという形にはなるんですけれども、発想が若々しかったね。ブルゾン知恵美が出てきたり、ね、なんかと思えば ねジブリの人たちが出てきたり、なんか私の知らないようなキャラクターの人が出てきたりとか、みんな若い人が湧き上がってたので、そうですね、なんか生徒の方が流行りを分かっているので、そうですよね、もう新しい曲とかを持ってこられても、それをまず YouTube で聞くところから私も勉強して、なんか知ってる曲が多いなと思って。あ、本当ですか。やっぱ若い世代がやっぱりね、そうですね。あ、そうか、私曲あんまり分かんなかった、ね、そうなんですよね。だから本当は小さい子からお年寄りの方まで、まあ、分かる曲とか、楽しんでもらえる曲がいいとは思うんですけれども、やっぱ最近の曲になるとちょっと、まあ、検索するところから伸び伸びとストーリー立てされてて、音楽も伸び伸びとされてるんだけど、はい、すごく細かいところで目についたのは、こっちからマイクを持ってって次の人がマイクを渡す、誰から誰にこうマイクを渡してったらいいかとか、花束を渡すタイミングとか何にしてもすごく緻密に考えてすごい大雑把なんだけれども、だけどそのポイントポイントはきちっと抑えられてて、すごいって感心したの。なんかこう喋、ってた人が、上手から下手っていうか、下手から上手っていうかちょっと分かんないんですけど、こう動いてってる時に、その人が喋らなくなったら次誰かにマイク渡すじゃないですか。はい、分かります。すれ違った時にうまくマイクを渡すっていうか、そのタイミングがもうなんかコンマ1秒じゃないけどすごかったの。すごいスマートにやってたってこと、そうなんです。私ずっと気になっててね、前から私もちょっとコンサートみたいなことも
やったりすることがあったの で、 あのそういう進行表みたいなのを作って、はい、誰がこう持ってきて誰に渡してここでどういう入れ替わりがあってここで椅子を持ってくる人とかそういうのを決めたりするのがものすごい大変だったのに、いやーこんなにスムーズにパチ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 ってやっちゃうんだと思ってあのもちろんあの演奏とかあのお芝居も素晴らしかったけど、その裏側にあるいろんな苦労っていうのがね、あの生徒が力つけてるんだなっていうのはすごい思いました。ありがとうございます。それになんか変な話ですけど、はい、あのパンフレットっていうのかな、あの冊子、はい、パンフレット、ね、パンフレット すごい分厚い冊子だから私パンフレットって言いづらかったんだけど、はい、そのパンフレットに広告がいっぱい載ってたんですよ。広告なんかは生徒が行ったんですか？そうですね、あの今年あのスポンサーという形で113社 の、 あの113社、はい、会社にご協力を本当にいただきまして、で、それはやっぱりね、頼みに行くのも社会勉強ですよね。そうですね、うん、まあ、急に言ってもあの失礼に当たってしまうので、うん、まあ、電話をかけてというところからですね、うん、すごい、うん、それね、一番私やって一番苦しいの広告取りだったのであの広告取りを高校生がやるっていうのはやっぱり大きな仕事でいい経験になるなって思いました。すごい、それで部活動でできるってことですよね、その体験が。そうですね、でそれだけやっぱり信頼して広告寄せてくれる企業が、まあ、歴史があるからでしょうけど信頼が成り立ってるんだなって思って、ちゃんと本当にありがたいですね、邪気に返されることなくまあそういうところもあるかもしれないですけれども、はい、でもちゃんとね、あの達成してるところが本当素晴らしかったですね、うん、で年間には、はい、あのいろいろ行事があると思うんですけれども、どういう1年間でどういうようなコンクールってことですかね、うん、そうコンクールがあったり、まあ、さっきちょっとお話を伺ったらアンサンブルでのコンテストがあったりとか、はい、いろいろスケジュールがあると思うんですけど、はい、4月からもう次々とそれに向かう。そうですね、ありがたく本当にあの、まあ、忙しいんですけど充実した活動をさせていただいてまして、うん、まあ、あの定期演奏会や、うん、あとは吹奏楽コンクール、うん、あと、まあ、これからなんですけどアンサンブルコンテストといって、うん、あの吹奏楽コンクールは、はい、まあ、大体50人前後で出場するコンクールなんですけれども、うん、まあ、アンサンブルコンテストは一つの学校から2チームしかエントリーができない、うん、人数少ないですもんね、アンサンブルだと。アンサンブルって どのような感じなんですか？3人から8人の編成です。多くても8人いますからね。100人の中からバチバチの、まあ、そうですね、まあ、パート単位で出る、うん、まあ、うちだけではないんですけれども、うん、他の学校さんとかもパート単位で出るところがあるので、はい、まあ、その辺もパートでまずは話をしてから、うん、ごめんねちょっとどっから行きますか？あ、これですよ、これです。はい、はい、そこもう一度そのパート単位のところから、ごめんなさい。そうですね、生徒がまずパート単位で話をして、まあ、まあ、生徒でまとまってアンサンブルコンテストに出たいんですけどっていう形で相談をしに来てくれてます、うん、生徒からそれも、そうですね、すごいね、自主性っていうか、はい、培われてる感じがしますね。今回どのパートが出るんですか？今年は打楽器80奏とクラリネット80奏で、はい、80奏、はい、打楽器80奏ってどういうのですかね？打楽器といっても本当に種類がたくさんあって、うん、もう100種類以上はきっとあるとは思うんですけれども、100種類、そうですね、打楽器でも、まあ、あの曲にもよるんですけれども、はい、今一般的には鍵盤楽器と言われる、うんうんうん、あのまあ、シロフォンだったりとか、うんうん、マリンバだったりビブラフォンだったり、うんうん、あとはそれ以外の太鼓系のもので80奏をやります。あのシンバルとかそういうのも全部打楽器に入るんですか？ね、あります、そうですね、はい、面白いよね、聞いてみたいですね。80奏っていうのはあの、まあ、打楽器なんかちょっと想像つかないんですけれども、はい、もうそういういろんな形のことを生徒は在学中に経験するっていうのがなんか本当羨ましいっていうか、うん、それで大きくなっていくんだなって、うん、はい、うん、で実際にはあのプロになろうとしてる子も中にはいますよね。います、卒業後プロ
プロを目指してる、ね、はい、子がやっぱりいますしね、はい、あのそれはもっともっと厳しい道だから、うん、いろんなことを経験するっていうのはね大事なんですけど、そうですね、うん、でも高校時代音楽にこう深く触れ合えるっていいですよね。そうですね、はい、まあ、今後の人生につながっていけばいいなと思ってますけれども、うん、なんか松伏高校出身ですって言ったらいろんな方向にあの飛び出してって、うん、はい、あのいろんな OP、OG が集まると華やかになったりして、あのだんだん音楽がなかった時代もあったんですけどね、松伏高校ってね、やっぱり広がってって、もともとこの松伏町っていうのはまあ、エローラホールがあって、はい、音楽の街っていうのを結構売りにしているところがあったので、それを支えてくださってるような学校だなっていうふうに、でなんか、はい、あの珍しい楽器もいっぱい置いてあるじゃないですか昔ねそこに音楽楽器庫みたいなのとか入ったことあるんですよ、うん、そう、そしたらなんかもう全然あの見たことないような民族楽器みたいなのもね、あの実際は置いてあって触ったことないようなものがね、はい、あるんですよ、見られないけどそうだから、今度ねまた吹奏楽 の、 あの演奏会があった時でもあのこの番組の中でね、放送できるので PR できるので、はい、教えていただければ、はい、最後のエンディングとかに出してぜひ行きたいと思ってる人が、はい、知らない人多いでしょう。そうですよね、うん、いつやってるんだろうって、そうだと思うんですよ、はい、今度って言ってもこの収録終わって放送した後にあるものっていうのは1月とかに何かあるんですかね。年明けてすぐはないですね、ちょうど今が、うん、先ほど今の収録の時期にあるんですね、はい、じゃああと1年後まで待たないと。あ、でも一般の人は見れないってことですか。ゲスト出演みたいなのはいっぱいありますよね。そうですね、地域の方に依頼をいただいて、はい、まあ、イベントとかで演奏することはあります、うん、じゃあ楽しみにして大体聞けると思うので、はい、これからもご活躍をお祈りして、はい、ありがとうございます、はいはい、どうしましょう、またお越しくださいっていう、ま、ぜひよろしくお願いします、はい、よろしくお願いいたします、よろしくお願いします、ありがとうございました、ありがとうございました。ところで突然ですがラボファーム収穫祭報告です。11月25日にラボファームの収穫祭が開催されました。実は去年の11月からラボファームではほうれん草や麦、じゃがいもをはじめとしてハウスではレタス、チンゲン菜、水菜、ラディッシュなどいろいろなものを栽培してきました。トマトも作りましたね。今回は番組を応援してくださってきた方々にも感謝の気持ちを込めて収穫した麦や野菜を味わっていただきました。ビンゴゲームや、じゃんけんゲームなど楽しいゲームもありましたよ。そこで私にとって大切なものはというのをインタビューしてみましたのでお聞きください。私の大切なものって何か。大切なもの、仲間。昨日のコウノドリやってたね。私の大切なもので。私の大切なもの。はい、私だよね。そうだよ。幸せ。以上。たこ焼き。今はたこ焼き。ずいぶん格差が、はい、私の大切なもの、大切なもの、今だったらそれでしょ。今だったらちょうどこれみんな食べてる時はそればっかり幸せって感じ私は違います。何ですか。大切なもの、元気なお父さんいいでしょう。もうこれ以上のことないでしょう。みんな幸せを言いたい。ただし元気なんね、はい、それが大事よ。元気が大切ですよね。そうです。私の大切なものこれです。これです。お名前はかわいいユリアです。ユリアちゃん、ね、かわいいね。こんにちは。こんにちは。
なんだろうね、大切なものってお友達なんちゃって、お友達も大事だよ ね、お友達、家族、孫、分の時間とかはさっきから、ね、分の時間も ねこうやってさ、そうそうそう、美味しいもの食べれて、うん、幸せだね。よかったよかった、うん、美味しいよ。ほうれん草入りのスイートン食べた？食べてない。そこ入ってるじゃん。どれ？あ、この中に入ってんの？入ってるやつ、入ってないやつがあるの。すごい、ほうれん草、こっちこっち、これほらほら、どれどれ、うん、それじゃない？これ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 、あ、これ、あ、ほんとだ、ほうれん草の香りがするよ。すごい。この、大事なものは何ですか？みんな、チョコだ。できた子だ。できた子だ。おいしい？おいしい？いつだったっけ？もう、あれ？おいしい。でもこうやってピースって。ちょっと恥ずかしい気味だ。じゃあ、私の大切なもの。おじいちゃん、私の大切なのは孫です。大切なもの。やっぱりそっか。ね、本当だよね。さつまいもも美味しい。美味しかった？美味しい。あ、よく焼けてるね。うん、焼けてます。すごいね、鳥。すごい綺麗。ね。うん。そうだな。やっぱり家族も大事だし、友達も大事です。うん、誘っていただきありがとうございます。いえ、いつもいつでも来てください。そうそう。みんなに助けられてるね。うん、ね、うん。一人じゃダメってことですよね。うん、そう、朝の今日連ドラでね。ワロテンか、うん、で3つのほら格好になってた、それに人材って書いてあったんです。やっぱりね、小さい力が集まって、うん、ね、やっぱりこの催しもそうですけど、うん、ね、一人ではできないもんね。そうそうそう、うん、ね、なに、大切なもの、いいのかな、人でも何でも、家族だよね、家族だよね。先生、全部食べました？え、食べました、いただきました。あの、私の大切なもの、はい、私の大切なものは、何でしょう、家族でしょう。かっこよすぎて、かっこよすぎますね。いや、みんな家族か、食べてる芋かどっちかなんですよ。そうなんです。まあ、あとはゴルフ道具ですね。まあ私の大切なもの、竹さんです。放映できない、竹、はい、さんのために今日はたこ焼きを焼きに来ました。山ちゃんの代理だからね。山ちゃんよく分かっているよ。山ちゃん、そう、山ちゃんのために僕は来た。竹さんに言われて、僕の大切なものは竹さんです。愛してます。よろしくお願いします。はい、はい、私の大切なもの、先に安子さんやった、やったの。私の大切なもの、こうしてみんなと笑い合える仲間と家族がいて、おいしいものをいただいて、今日は素敵な人に会えて、中野さんよね、たこ焼き、ハウツーを教わりました。はい、はい、12番、12番、44番、ビンゴ、すごい。おめでとうございます。どれがいいですか？どれがいいですか？プリもいただいていきます。はい、ありがとうございます。はい、涼しいところで。おめでとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。何がいいですか？何がいいかな。あ、ケーキ。はい。48番。ありがとうございます。これも商品なの？そうです。わあ、すごいな。30番。これでしょ。はい、お母ちゃんびっくりするから。いただきます。はい。ありがとうございます。と思ったのに忘れて。今からでもいいんじゃない？でも大丈夫です。じゃあ、松田さん、最後、どうぞ。どうぞ。
太鼓もですね、最初の始まり太鼓と締めの太鼓ありますので、じゃあ桃子ちゃんが年上なんで、桃子ちゃんが最初の太鼓を打ってもらって、で、春馬くんでしたっけ、が締めの太鼓をやってもらうと思うんですね。で、ちょっとお二人こっち来てもらっていいですか。はい、こっちですね。で、難しいのって分かんないと思うんで、この辺狙ってください。この、あ、じゃあ春馬くんこっちから、ね、この辺狙ってもらいたいです、ね、この辺、ね、で、太鼓ね、思い切り打っても大丈夫ですから、8回気を落とすんでしょ。ギュッと持ってないとってなっちゃうから、ギュッと持ってやってみてね。ちょっと練習してみる。一回打ってみる。始まりの太鼓ですね。お願いします。はい、じゃあこちらですね。打って大丈夫ですからね。さて、ここで素敵なお知らせが。ノーザンカントリークラブで行われた第15回スナグゴルフ関東小学生チーム選手権で、松伏町スナグゴルフチームが3位入賞しました。松伏町スナグゴルフチームは練習時間も少なく、設備や道具も不十分な中、去年、おととしと連続で4位という惜しい成績でした。しかし今回は見事、念願の3位を獲得することができました。これは間違いなく快挙です。おめでとうございました。さて今日は松伏高校吹奏楽部の活動を中心にご紹介させていただきましたが、もうお別れの時間になってしまいました。はい、今日の放送は12月ですので、今度は新年になります。心新たに頑張ります。また皆さんよろしくお願いします。松伏テレビ第3月曜日の8時半からです。今日もありがとうございました。さようなら。暗い日々は暗りもあるさ、そりゃ不幸なけりゃ痛くなんでも傷つくこともできやしない。そう知って日々は